北海道選挙区は参議席をめぐり、現職と新人合わせて12人が立候補していて、物価の高騰や円安などへの経済政策、防衛政策などが争点となっています。投票は、道内およそ2600カ所の投票所で、一部を除き午前7時から始まりました。同選挙管理委員会によりますと、午後4時現在の標準投票区の投票率は23.71%で、 前回3年前の参院選よりも0.79ポイント下回っています。投票は一部の早く閉まる投票所を除き午後8時までで即日開票されます。